こんにちは。今回は平面図形の面積を求める問題です。問題は今から流します。問題を解く人はその時点で一度動画を止めてから考えてみてください。じゃあ考えていきますね。直角三角形 ABF ですね。これを AC で切断し、この三角形をくるっと回してここに重ねます。こういう感じの図になりますね。この重なっている部分の面積を求めてください。こういう問題ですね。三角形同士が重なっていて、相似形を使って問題を解くとき、この直角三角形の斜辺ですね。この交わっている点、ここから底辺に対して垂直な直線を引きます。こういう感じですね。ここに直角三角形を作って、この直角三角形、それぞれが元の三角形ですね。これと相似っていうことを使って解いていく。これが三角形同士の重なりの問題の定石になります。まずこの直角三角形について、この直角三角形でこの直角三角形と相似なんですね。辺の長さの比、ここ対ここですね。これもともとこれと一緒です。3対4になってます。こことここの長さの比、3対4ですね。書き込んでおきます。ここ30で、ここ40になっていますね。同じようにこっちの三角形について考えます。この三角形については、この三角形ですね。4センチ、8センチ。1対2の直角三角形と相似になっています。ここ30とすると、ここからここまでの長さ。これに関しては30の2倍で60。こういう風にわかりますね。ということは、ここの部分の面積ですね。この三角形からこれ引いたらいいことがわかります。この三角形、底辺10丸ですね。10丸が5センチメートル。高さに当たる3丸ですね。これが 1.5 センチメートルとわかります。ということは、5センチを底辺、高さ 1.5 センチ。5×1.5÷2。この三角形がこの部分ですね。これ引いてあげたらいいです。ここからここまでが5センチ。ここからここまでですね。これと同じ長さ4センチになります。ここの部分。この部分が1センチメートルになりますね。ということは、この三角形も全体の三角形。これと相似形ですよね。縦と横の比、高さと底辺の比が1対2になってるから、ここ1センチに対してここの長さですね。これ1センチの半分で 0.5 センチになります。ということは、この部分、1×0.5÷2 ですね。ここから、1×0.5÷2。これ引いてあげたらいいことになりますね。7.5 の半分、0.5 の半分、合わせて、7の半分ですね。ということは、答え、3.5 平方センチメートル。こういう風に出すことができますね。はい、次回の問題です。立体図形の面積に関する問題になっています。ちょっと設定が面白い問題です。ぜひ一度解いてみてください。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。